アルバトロス D、2アルバトロス D、2アルバトロス D2 は第一次世界大戦で使用されたドイツの戦闘機である。ドイツ戦闘機体の初期の装備機として大きな戦果を上げた後、徐々にアルバトロス D3 に座を譲った。アルバトロスの設計者テレン、シューベルト及びグネディッヒはアルバトロス DI の視界が十分でないというパイロットの不満への回答として D2 を生み出した。 その解決策とは、上、翼を36センチメートル胴体に近づけ、合わせて若干前に移動させるというものだった。それに合わせて、胴体と上、翼との間の支柱も再構成され、このことも視界の改善に役立った。それ以外の部分、胴体、エンジン、武装などは DI と同一であり、基本的な性能も変わらなかった。 イットフライグは1916年8月に最初の100機の発注を行った。1916年11月、イットフライグは作戦用航空機へのビントホフ耳型ラジエーターの使用を禁止した。ビントホフ製のラジエーターがその冷却の対象であるエンジンのクランクケースより低い位置にあり、左右いずれのラジエーターが被弾しても、それによって冷却剤が流出して、 エンジンが故障してしまうということがその理由だった。D2 の後期生産型は上翼の中央部にテフェス、ウントブラウン製の翼型ラジエーターを備えるように変更された。D2 はドイツ航空隊で最初に戦闘機に特化して編成された第2戦闘機体の最初の装備機となった。本機を操縦したパイロットの中には有名なオスバルトベルケやマンフレートフォンリヒト方編も含まれる。 D2 は、その高速と重武装で連合国のエアコーディー h 2やニューポール11などの戦闘機から制空権を奪い返した。アルバトロス社は D2 を200機製作し、LVG はさらに75機をライセンス生産した。運用機数は1917年1月にピークに達し、214機が配備されていた。D2 は1917年を通じて活躍した。 1917年6月30日になってもまだ72機が最前線にあり、はるかに多数の D3 や DV がハイビズミとなった11月にさえ、11機の D2 と9機の d i がまだ使われていた。また、イフェイグはオーストリア軍航空隊向けに D2 のライセンス生産を行った。オーストリア機は185馬力のオーストリアダイムラーのエンジンを使用し、 セフェスウント、ブラウン式の翼面装備のラジーターを備えていた。イフェグの D2 生産は16機にとどまり、以降の生産は、アルバトロス D3 に移った。諸言性能武装。ありがとうございます。